徳川光国。徳川光国は、日立水戸藩の第二大藩主。水戸公門としても知られる。四号は、義公、字は、四竜、号は、梅里。また新号は、公譲る和児道、今氏名、高譲る馬氏道根の御子と。水戸藩初大藩主、徳川頼房の三男。徳川家康の孫にあたる。儒学を奨励し、商工官を設けて、 大日本史を編纂し、水戸学の基礎を作った。藩主時代には、自社改革や、巡視の禁止、開封丸建造による、江戸地、後の石狩国の探検などを行った。また、後に、大日本史と呼ばれる、修士事業に着手し、古典研究や文化財の保存活動など数々の文化事業を行った。さらに、徳川はじめ門の長老として、 徳川綱吉機には幕政にも影響力を持った。同時代から原稿録や電気を通じて、名軍伝説が確立しているが、江戸時代後期から近代には、白ひげと頭巾姿で諸国を暗夜して、お上の王暴から民白賞の味方をする、フィクションとしての公門万遊譚が確立する。水戸公門は、講談や歌舞伎の題材として、大衆的人気を獲得し、昭和時代には、 映画やテレビドラマなどの題材とされた、水戸黄門の功を参照。大日本史の編纂に必要な資料収集のために、家臣を諸国に派遣したことや、隠居後に、水戸藩領内を巡視した話などから、諸国万有がイメージされたと思われるが、実際の三つ国は、日光、鎌倉、金沢八景、房総などしか訪れたことがなく、関東に隣接する名こそと、熱海、 新編鎌倉市産省を除くと、現在の関東地方の範囲から出た記録はない。三つ国の主導した多方面の文化事業が評価されている一方で、異性者としては、国高に対し高い格式のために、よりふさ時代からすでに悪化していた犯罪性に対し、広範な文化事業が、さらなる財政悪化をもたらしたとの指摘がされている。寛英五年。 1628年6月10日、三戸徳川家当主、徳川頼りの三男として、三戸城下作町、茨城県三戸市宮町の家臣、三木これ継ぐ、神兵衛屋敷で生まれる。三国の母は、谷重則、佐野新吉家臣、後鳥田正家臣の娘である久子。当源維持によれば、頼りは三木夫妻に対して、久子の打退を命じたが、 三木夫妻は指名に背いて密かに出産させたとい。久子が三つ国を解任した際に、父の頼房はまだ性質を持ってはいなかった。後年の三つ国自身が改装した技巧維持によれば、久子は奥月の老女の娘で、正式な側室ではなかった。母に付き従って、奥に出入りするうちに頼房の長を得て、三つ国の同母兄である頼重を解任したが、 久子の母はこのことに憤慨してなだめられず、正式な側室であったおカエリーン、佐々木氏も機嫌を損ねたため、頼房は、打退を命じた。同じく奥付け老女として仕えていた三木の次の妻、武佐が頼房の順母である秀勝院と相談し、密かに江戸の三木邸で、頼重を出産したという。三国にも、同様に打退の命令が出され、三国は、ミ戸の三木邸で生まれた。 より主義と三国の間には次男、亀丸を含め五人の兄弟姉妹がいるが、彼らには打体命令の伝承はなく、三国に、なぜ打体の命が出されたかは不明である。母、久子に勢力がなかったためだろうかと、後年の三国は語ったようである。義行維持。西山イ部によれば、幼少時には三木夫妻の子、年齢的には、 孫として育てられたと言われ、玄霧筆記には生誕ごまもない三つ国とよりふさが対面していることを伺わせる逸話を記している。また、当玄維持、技巧維持、玄霧筆記などの電気資料には、幼少時からの希望を示す逸話が記されている。寛永9年、1632年に、水戸城に入城した。翌寛永年、1633年11月に、 三つ国は静止に決定し、翌月には、江戸小石川邸に入り静止教育を受ける。静止内邸の時期や経緯は、諸書で若干異なっているが、より不差の不可老、中山新吉神戸へ下校して行われており、第三大将軍、徳川家光や秀勝院の移行もあったという。翌慣営十一年、1634年には、秀勝院に伴われて、江戸城で家光に配越している。 官営13年、1636年には、元服し、将軍、家光からの返旗を与えられて三国と改める。この年、伊藤智玄、小野琴院、内藤高安の三人が盛役となる。また、三戸藩下老職の山野部義忠の君等を受ける。義忠は、山形藩の藩祖、もが義光の子で、最上騒動で改役される要因になるも、 有能な人物として知られている。だが、少年の頃の三つ国の振る舞いは、いわゆる不良であり、三つ国十六から十七歳の時、森役の小野琴院が、小野琴院勘草、小野勘草を書いて、自生を求めた。三つ国十八歳の時、芝仙の式白衣伝を読んで感銘を受け、これにより行いを改める。女王元年、六百五十二年、次女、 玉井博友との間に男子、雷イが生まれるが、母の博友は誕生前に家臣、伊藤友玄に預けられて出産し、生まれた子は翌年に高松に送られて、兄、頼重の高松城内で育られた。三国に対面したのは十三歳の時であったが、この時三国は親しみの様子を見せなかったという。年、1654年、全 この絵のぶの娘、広子、康姫と結婚する。明暦三年、1657年、駒込邸に支局を設置し、紀伝隊の歴史書である、大日本史の編纂作業に着手する。万寿元年、1658年ルー12月23日、妻、康姫が二が21歳で死去。以後性質をめとらなかった。漢文元年、 1661年7月、父、頼草が、水戸城で死去。葬儀は、儒教の礼式で行い、寮内九次軍に新しく作られた、儒式の墓地、随竜山に葬った。当時の風習であった家臣の巡視を禁じ、三津国は自ら巡視の噂された家臣宅を回り、巡視は、頼草公には忠義だが私には、不忠義ではないかと問いかけ巡視をやめさせたと言われている。 幕府が巡視禁止令を出したのは、その2年後であるので、技巧行行日では巡視の禁止の発令としている。ただし、同じ頃、吉州、彦根、藍津でも巡視を禁ずる、胸の記録があるので、水戸藩が発令かどうかはわからない。8月19日、幕府の上司を受け、水戸藩28万国の第二大藩主となる。当言維持では、この前日、兄、 よりしげと弟たちに、兄の長男、松千代、綱方を養子に欲しい。これが叶えられなければ、自分は、家督相続を断り、遁生するつもりであると言ったという。兄弟は三つ国を説得したが、三つ国の意志は固く、今度は弟たちがよりしげを説得し、よりしげもやむなく松千代を養子に出すことを承諾した、とされている。 しかし実際には、綱方が三国の養子となったのは、漢文三年、1663年12月である。翌漢文四年、1664年2月、三国の実施、来綱が、よりしげの養子となる。さらに、漢文五年には、よりしげの次男、うねめ、綱井田が、三戸家に移り、綱方死後の漢文十一年、1671年に三国の養子となった。 また、弟、頼元に、中軍二万国、ぬかた藩を、頼隆に、九次軍二万国、古内藩を分与する。藩主就任直後の漢文二年、1662年、町奉行、も月づ隆に、水道設置を命じた。よりふさ時代に造営された、水戸下町はもともと湿地帯であったため、井戸水が濁り、住民は、飲料水に不自由であった。は、 笠原不動国の湧水を水源と定め、笠原から細谷まで全長約1 0トルを埋設したい和比でつなぐ笠原水道を着工。実際の敷設は長田菅江門のとその息子が担当した。約1年半で完成した。笠原水道は改修を重ね、明治時代に近代的な水道が整備されるまで利用された。漢文3年、1663年。 寮内の自社改革に乗り出し、村単位に会期帳の作成を命じた。漢文5年、1665年、自社部呂二人を任じ、翌年自社の破却、移転などを断行した。会期帳には2377字が記されているが、この年処分されたのは1098字で46%に及ぶ。うち破却は713字。主な理由は不行績であった。 神社については、車窓を別院に住まわせるなど、神仏分離を徹底させた。また、藩士の墓地として、特定の寺院宗派に属さない、共有墓地を、水戸上町、下町それぞれに設けた。現在、常磐共有墓地、酒門共有墓地と称されている。一方で、由緒正しい寺院、長勝寺、板越や岩乳寺、大洗町などについては支援、保護した。 神社については、聖神社、中市、吉田神社、三戸市などの修造を助けるとともに、官主を経に派遣して、神道を学ばせている。漢文五年、1665年、民の維新、主春水を招く。主春水の楽風は、実技を重んじる、実学派であった。主春水を招いた、主な目的は、 学校建設にあったようであるが、おそらく費用の面から実現しなかった。しかし、その儒学と実学を結びつける学風は、水戸藩の学風の特徴となって残った。朱春水は、17年後の天那2年、1682年、死去し、水流山に葬られた。遠方元年、1673年、5回目の、周藩からの江戸寄付に際し、通常の経路でなく、 上ズから船で、鎌倉に渡り、江戸へという経路をたどった。鎌倉では、秀勝寺を拠点として、名所、名跡を訪ね、この旅の記録を、後院記構、1674年、鎌倉日記、同年としてまとめた。上京2年、1685年、鎌倉日記をもとに、河井常久らにより、知市、新編鎌倉氏が編纂された。遠方7年、 1679年頃、ろ、イミナオ・国に改める、三国五十52歳。状況から、元禄の初めにかけて、建造した、巨船開封丸を使い、エゾ地探検を三度行う。二度目までは正木までの航海であったが、元禄元年、1688年出港の三度目は、正木から北上して石狩まで到達した。米、麹、酒などと引き換えに、 塩酒一万本、熊川、ラッコや、とどの川などを積んで帰還した。この航海により、水戸藩は幕末に至るまで、江戸地に強い関心を持った。しかし、この巨戦での航海は、三国が藩主であったから、幕府も黙認して実現したようで、これ以降行われず、三国の死から三年目に海風丸も解体された。元三年、1 6 9年10月14日に、 幕府より隠居の許可がおり、養子氏の繋いだが、三戸藩主を継いだ。翌十五日、県中名護に任じられた。十一月二十九日、江戸を立ち、十二月四日、三戸に到着。五ヶ月ほど、三戸城に、東流の後、元六四年、1691年五月、九時郡新宿村西山に建設された、隠居所、西山荘に陰性した。 笹宗奴ら六十四人が施行した。同年、水戸藩領那須郡場東村近隣のゆず上村、旗本寮にある、那須国造碑の周辺の土地買取が整い、笹宗奴に命じて、石踏みの修繕、鞘堂の建設を行う。加えて、石踏みのそばの古墳、上侍塚、下侍塚を、那須国造の墓と推定して、発掘調査を行う。 出土品は絵師に描き取らせた後、厚い松板の箱に入れて、元のように古墳内に収めさせた。日本初の学術的着想による発掘と言われる。調査は、翌元六五年、1693年4月に終了し、6月には三国が、ゆずかみ村を訪れ、那須国造碑と両古墳を視察した。また、古墳の調査を終えた同年4月、佐々を、 楠木正重が自陣したとされる、摂津国港川に派遣し、楠木正重を称える墓を建造させた、港川神社。墓石には、三国の筆をもとに、アー中心楠木氏の墓と刻まれている。また、同年、範囲であった、穂ズ保安、鈴木宗与に命じて、休眠妙役を編集し、薬草から三百九十七種の制約方法を、記させた。 元禄六年、1693年から数年間、水戸半領内において、八幡改め、または、八幡つぶしと呼ばれる神社整理を行う。神仏集合神である八幡社を整理し、神仏分離を図ったものである。藩内66社の八幡社のうち、15社が破却、43社が祭神を変更された。元禄七年、 1694年3月、五大将軍、徳川綱吉の命により、隠居後初めて江戸に上り、小石川藩邸に入った。11月23日、小石川藩邸内で幕府の老中や諸大名、旗本を招いて行われた、農米工業の際、重臣の藤井門太夫を視察した。三国が自らの小族で、戦時を待った後、楽屋に門太夫を呼び、 問答の後突然刺したという、現場近くで目撃した、井上玄斬りの現切り引きに、事件の様子が書かれている。幕府に出された届け出によると、モンタユーが三つ国の引退後、傲慢な態度を見せるようになり、家臣の間にも不安が広がるようになっていたためであり、とっさの殺害ではなく、以前からの処罰が念頭にあり、当日の問答によっては結行もあり得ると、考えていたようである。 理由の詳細は不明だが、モンタユーが、柳沢吉安と結んで三国の失脚を図ったためとも言われている。翌元六八年、1695年1月、三国は、江戸を立ち、西山荘に帰った。元六九年、1696年12月23日、防災、安姫の命日に落職する。自社改革を断行した三国であるが、 旧正寺に招いた、そう、日常らと交流し、年齢を重ねるごとに仏教には心を寄せていたことが、伺る。72歳頃から、食欲不振が目立ち始め、元六十三年十二月六日、千七百一年一月十四日に、食道癌のため死去した。去年十三、万十一歳坊津。三国が十八歳の時、死期。 白衣伝を読んで感銘を受け、それまでの素行を改めて学問に精を出すようになった。この経験により、紀伝体の日本の師匠を編纂したいと考えるようになったと、後年、京都の県務会員大空宛ての書簡、元禄八年十月二十九日付に書いている。没後十五年後に書かれた、第二本史の序文には、善はもって、法となすべく、悪はもって、解となすべし、 思考し,して乱俗の党をして恐るる章を知らしめ、章にもって盛教に非歴し向上を維持せんとすとあり、記伝体の師匠アミ歴史を振り返ることにより、物事の善悪や行動の指針としようという考えであった。個人がいかなる役割を果たしたかを明らかにし、それにふさわしい名をその人物に与えるという儒教の論に基づいたものである。また、 剣武会営員大空あての書簡には、武家に生まれたが、太平の世のため武名が建てられないので、書物を編纂すれば、後世に名が残るかもしれない、とも書かれており、後世に名を残すことも目的だったようである。明暦三年、1657年2月、三国は、終士のための死局を設ける。一ヶ月前の明暦の大化で、小石川邸が全焼し、 駒込邸の焼け残った奥舎に仮住まいする中での解説であった。当初の支局員は4名。林羅山門下で、水戸藩に仕えていた、瞳占い優、辻探偵などだった。当時三国はまだ藩主ではなかった上に、仮住まいの中、あえて支局を解説したのには、江戸時代最大といわれる大化で、多くの書籍、書記録が失われ、信仰のあった。 林羅山が落胆のあまり死去したことに衝撃を受けたものと思われる。収支事業が本格的になるのは藩主に就任した漢文記以後のことである。三国が藩主となった翌年の漢文2年1662年頃から藩主就任に伴い収支事業が次第に本格化し、漢文8年1668年には、支局員は20名となった。 漢文十一年、1671年、神武天皇から、漢武天皇までの本二26冊の倉庫ができた。漢文十二年、1672年春、駒込邸内にあった支局を、小石川邸内に移し、商工館と名付けた。春秋佐支伝所の、明田王光来が由来である。遠方八年、1680年、神武天皇から、 五代醐天皇までの本義の聖書が終わり、三年後の天羅三年、1683年、新鮮紀伝と称される104巻、本二21巻、皇后期5巻、昭和烈伝1巻、二古伝5巻、諸子烈伝1巻、烈伝70巻が完成した。しかし、被災を検討したところ、一応完成した新鮮紀伝についても、重複や脱落があった。またこの頃、 すでに南朝の正当性に信念を抱いていた三国としては少なくとも南北朝合一時の五小松天皇までは返還したいと考えていたが、それには資料の少ない南朝氏の記伝を新たに執筆しなくてはならない。このため新鮮記伝の修正、記伝の追加と南北朝氏の返還等を並行して進めていくこととなった。 編算の統一を図るとともに効率よく、作業を進める目的から、市官員の長である総裁を選任することとなり、人見茂祭が初代商工官総裁となった。なお、同年には、朝香蛋白が商工官に入る。元禄三年、1六百九十年、三国は藩主を退き、水戸藩領の西山荘に隠居するが、収支事業は続けられた。元禄九年、 1696年、69歳となった三つには、生存中の本に、列伝の完成を望み、終始以外の編産事業を縮小させ、工程、補正作業を持ち越すように方針を変更させた。主管員も増員され、この年5人が加わり、総勢53人となっている。同じく元6九年、1696年、浅香タン佐々重地区。 中村高村家の三者に命じて、本儀、列伝を編纂するための詳細な処方や、執筆の基準を記した、十修記伝儀礼、元六三年に作られた、終始儀礼の成版の意を作成させる。翌元六十年、1697年、第百代、五小松天皇までの本義、百王本義が完成した。なお、北朝の天皇五人は、 五小松天皇期の初めに、おびしょされた。三つ国は、百王本儀の完成を大変喜ぶとともに、未完の列伝の編纂に力を注ぐために、鹿人の主力を、三戸城に移し、編纂を促進させた。この後、江戸、三戸の了承交換で編纂が進められていった。元六十二年、千六百九十九年の年末、皇后、三子、王女伝の聖書が、 西山僧に届けられたが、この頃から、三国は体調を崩していた。翌元六十三年十二月、1701年一月、三国の死の前後には、本に六十七冊、皇妃、御子、王女でに四十冊、列伝五冊、神武天皇から、児童天皇の代まで、計百十二冊が出来上がった。本儀は一応完成し、 文武天皇以降の列伝の総行も半分以上できており、第二本史の根本部分は三つ国の生前に出来上がっていた。遠方2年1674年、佐々重地区が商工館に入り、同4年1676年から市会員を遠隔地に派遣しての資料調査が行われた。資料の閲覧を許可された場合には、金銭を支払う場合のほか、 水戸藩の和紙、海り、酒を謝礼に送った。吉野の吉水院には、秘蔵の文書を特別に旗子まで貸した印字の計らいに、対し、礼を述べる三国の書状が残されている。しかし、文書の秘蔵や中村を理由に、文書の閲覧を断られることもあった。資料調査では、訪問先の神社仏閣はもとより、通過、滞在する範囲や、 旗本領などの協力が必要であったが、市官員の記録や書簡からすると、ほとんどの領主は派遣員を歓迎し、手厚く接待した。市会員の派遣に幕府の許可を得ていたかは不明であるが、少なくとも黙認はしていたようであり、後の諸国万有探形成の一員になったと考えられる。商工官では、第一の目的である、収支、第二本士の編纂の他にも、 多くの書籍が編纂された。主なものは以下の通り。大日本史の編纂に、水戸藩は多大な費用をかけた。一説に、藩の収入の三分の一近くをこの事業に注ぎ込んだと言われている三分の一説のほか、八万国説、点五分の一説、三万国、五万国、七万国説、十万国説などがあるが、いずれも根拠は明確でない。 三戸藩の財政は、初代の父、頼房の藩主時代から苦しく、三国の藩主時代後期には、財政難が表面化していた。三国は、藩主の俸禄の借り上げ、給料削減を行っているが、大きな効果は上がっていない。三国の養子、繋いだも、財政改革に乗り出すが、三戸藩領全体を巻き込む、大規模な一揆を招き、改革は失敗する。 その後も三戸藩にとって財政の立て直しは重要課題であり続け様々な改革と幕府からの借金を繰り返した一方で大日本史の編纂は三国の死後も継続され豊かとは言えない慢性的な逼迫財政をさらに苦しめたとされるまた三国は他の五三夜に対抗するため当時一見イコール六尺三寸だったのを六尺に改め 表高が二十八万国だった水戸藩を見かけ上三十六万九千国にした。この国高が時代の繋いだの第二幕府に認められることとなり、これが上記大日本史編纂事業と相まって水戸藩困窮の要因となった。三つ国の学芸振興が水戸学を生み出して後世に大きな影響を与えたことは高く評価されるべきだが、その一方で、 犯罪性の悪化を招き、ひいては領民への負担があり、そのため農民の調査が耐えなかった。結果的には、愛民の理想からは逸脱してしまった側面も存在し、単純に名君として評することはできない。三つ国が商工官の学者たちを優遇したことにより、水戸藩の死や領民から学問によって立身、出世を目指す者を他藩より多く出すことになる。 低い身分の出身であっても、商工官の総裁となれば、二百国から三百国の六高とそれに見合う役職がつけられた。三国時代には、他藩からの商兵者がほとんどを占めたが、中港の選手方という低い身分から十四歳の時三国に認められ、後に総裁になった内越白木祭がいる。他班から商兵者の亡くなった後期の商工官員、後期三戸学の学者は、 ほとんどが、下級武士や、武士街の身分から出た者たちであり、藤田裕国や相沢聖司祭は、商工官を経て立身した典型的な例である。彼ら、後期水戸学者にとって三国は絶大な人気があり、彼らの著作を通じて、三国の勤労思想が実態より大きく、広められたとの見方もある。なお、水戸徳川家は参勤交代を行わず、江戸に上布しており、 帰国は申し出によるものであった。常に将軍の傍らにいることから、水戸藩主は俗に天下の副将軍と呼ばれるようになる。財政悪化もあり、中、後期の藩主はほとんど帰国しなかった。三国は藩主時代計11回帰国しており、歴代藩主の中では最多である。また、歴代藩主唯一の水戸生まれであり、誕生から江戸に出るまでの5年と、 隠居してから没するまでの10年を、三戸半寮内で過ごした。そのため、三戸半寮内における関連した史跡は、後の藩主に比べると格段に多い。日付イコール明治5年、1872年12月2日、までは旧歴。正室やす姫には、結婚5年ほどで先立たれており、また修正正式には側室を持たなかった、来爪を生んだ次女、広友は出産後過信。家臣 も月信孝と結婚した。夫の死後、来常の願いにより、高松に移り住む。真偽のほどは不明だが、いくつかの落印説がある。両内ぬかた村の豪農鈴木家に嫁いだ、万碑。磯原村の豪氏野口や、野口宇城の祖先に下げ渡した次女の子。下子将正さ屋に嫁いだお島の子。また、成田山新生寺の中高一世、寺師藩も、 三つ国の楽院との説がある。また、私的な幼女として経図には記載されないが、浄土新宗願い入寺十五世女皇の娘を幼女としたことが知られている。元乳寺門主は、新蘭の長男、前蘭の子、女神の子孫であるが、当時三戸半領内の久米村で霊落していた。新蘭町城の子孫である、本願寺の流星に対し、着景と言える寺の落に心を痛め、 娘を養女と市場内に入れて鶴子姫と称し、東本願寺、第十四代門主、卓女の次男、女晴れ、秋田県を婿に迎え、事業三百国を与えて、願流寺を再興させた。三国との信仰は厚く、遺品や多数の書状が残っている。多数の学者が側近にいたことにより、三国の伝記、原稿録は、同時大臣に比べて多い。主なものは、 以下の通り、漢文集、定山文集、歌集、定山映像、随筆、西山随筆などがあり、徳川国幸編、水戸技高全集、1970年、水不明特会に収録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。